埼玉県でこの1週間に新型コロナウイルスの変異型の感染者が新たに325人確認されたことが分かりました。前の週から倍増していて、県は危機感を強めています。変異のパーセンテージがとうとう 51.5% になりました。大野知事は28日午後6時過ぎ、まん延防止等重点措置が拡大された朝霞市でこのように話し、前の週は163人だった変異型の感染者が倍増していることへの危機感を示しました。県によりますと、新たに確認された325人のうち30代以下が181人と半数以上を占めました。クラスターは2件発生したということですが、いずれも10人未満ということで、詳しい内容は公表されていません。県は従来型に置き換わりつつあり、市中感染に近い状態で県内全域に広がりつつあると考えられると警戒を呼びかけています。